まずはオープニングの話題です、はい、週末に行われたあのイベントを紹介します。先週の土曜日と日曜日、硫黄島で長崎市南部の魅力を結集したイベント七フェスが開催されました。去年から始まったイベントで音楽とグルメが楽しめ、会場には多くの来場者が駆けつけました。2019年から南部5町のイベントとして五花祭が開催されていましたが、去年から深堀と土井の首が加わり七フェスが誕生しました。観客参加型のゲームも多く行われ、ラムネの早飲み競争や、おーすごい、去年も大人気だったリンリンの林シェフが作る激辛麻婆早食い競争が行われ、会場は大盛り上がりでした。うわ辛そう大丈夫、気持ちでいこう、気持ちでいこう、みんな頑張ってる。会場にはおよそ90店舗のブースがあり、グルメやゲームなどが楽しめました。たくさんですね。長崎一美味しいホットドッグが売りの港では、スタンダードなホットドッグからさまざまなスパイスを加えて作ったキーマカレードッグが大人気でした。美味しそう。硫黄島で採れる日の出カマスを使ったカマスティックはポン酢でさっぱりいただけます。美味しいです。もう日差しすごいですけど大丈夫ですか。まあ一応完全防備行ったので、はい、大丈夫です。この後は他のグルメも楽しみたいと話していましたよ。食べ歩きしちゃいますよね。会場のブースには能登半島地震の義援金を呼びかけるシンガーソングライターの T さんの姿が。レインボーミュージック七フェスをしっかり運営して、七フェスをしっかり支えてるアーティストが仲いいんで、オファーもらったんですけど、率直に来年も再来年もずっと出続けたいなっていうイベント、僕の中の心です。俺も頑張る、冴える感覚負けそうでもオラは大丈夫。山登りいただきたい、この時間がプレゼント、LED ライトが入ったバルーンを持ってこの日のライブは終了しました。わあ、盛り上がりましたね。2日連続、この2日間でおよそ1万2000人が来場して、グルメと音楽を楽しんだそうですよ。ね、いやもう楽しさがこの写真からも伝わってきます ね、 ますね。南電カフェのファミリーの皆さんもたくさん出演してらっしゃって、ね、でレインボーミュージックさんとかね、アジェさんもですし、うん、そしてグルメもねたくさんあって、いや90店舗出てたんでしょ、すごいですよね。今年初めてこの七フェスを硫黄島で開催したそうなんですが、うん、硫黄島の名物のカマスティック、あれ美味しそうだった、ポン酢さっぱりいただけるこの暑い日にね、ぴったりだったのではないでしょうか。はい、来年も楽しいイベントが開催されますように。ナナフェスの話題でした。
ー